まさやさん、こちらはどういった婦人服だったり、婦人服が基本なんやけど、あの基本やったんや、もっと昔は婦人と、あのまあ肌着とかが基本やったんやけど、そこからまあ、あの時代のあれで、まあ、いろんなものを売るようになりましたね。売れそうなものは持って帰ってくるんですよね。もう商品数すごいたくさん、いろんな、まあ、売れるものはという考えですね。まあ、極端に言ったら、あの食べ物でもいいような感じが、食べ物は売ったことないですけど、はい、食べ物でもいいよ、売れるんやったら、だけど売ったことないですよ、はい、今のは極端からね。そうですね、婦人服があったり、パジャマがあったり、肌着があったり、その辺は繊維やから同じな、一緒のくくりなんですよ、はいはい、だけどその、あの、まあ、いやあの布団があったりだとか、あの、まあ、ちょっと違うようなものが入ってきましたね、子供さんの雑貨があったりも、そうですね、あの、まあ、水筒屋とかもあったりしますよね、